今お金があればね、スーパー行けば何でも食べ物はね、いつでも買えるっていう状況なんだけれども、その時代はもう終わりに近いだろうなって思います。ね、なぜかっていうと、今年畑やってて、まあ35度、青森はね30度も行けば暑いなっていう土地だったのさ、子供の時ね、30年前とかなんだけれども、今35度が当たり前で、毎日毎日35度が続いて、さらにそれだけならまだいいんだけれども、雨が2ヶ月ぐらい全然降らなくて、まともに降らなくて、で今年はね、作物ほぼほぼ壊滅状態、もう本当に苦しい状況で、じゃがいももちっちゃい、じゃがいも取れたけどもちっちゃくて、置いといても高温障害化で腐っていくし、肌は悪いしっていう状況で、豆もね、開花時期に水がないと実が入らないんだけれども、それがちょうど開花時期に雨不足、水不足に当たってしまって大豆ダメでした。かぼちゃも枯れてしまい、ね、最初はすごく良かったんだけども、水やりしたんだけれども焼け石に水でダメでしたっていう状況で、全国各地でも米の8割が3等米以下だっていうニュースも聞いたし、栗が、ね、例年の3割ぐらいしか取れないとか、知り合いのリンゴ農家さん、彩花っていう品種、毎年20箱ぐらい取れる面積で、ね、彩花っていう品種やってたんだけれども、それが今年2箱1割しか取れなかったっていう話も聞こえてくるし、ね、だからもう本当に欲しくても物がない、物がなければまた物価が上がる、値段が上がる、だからお金がいくらあっても、買えないっていう状況になってくると思うんだよね。で、農業の経営の方から言っても、俺が使ってる野菜のコンテナっていうのが398円、まあ、400円弱してたのが今に700円弱するので、ね、2倍まではいかないけれども、それに近いぐらい値段が上がりました。で、農薬と化学肥料、俺は農薬と化学肥料を使ってないけれども、まあ、値段上がったっていうのは聞いてます、知ってます。で、いろんなもの、燃料も上がった、あれも上がった、機械も値段も上がった、これも上がったって言えばコストが上がって、でスーパーに売ってる野菜の値段ってあまり上がってないんだよね。だから売っても売り上げはそんなに増えないわけだし、でコストはどんどん上がっていくから、利益が圧縮されていく、さらに異常気象で物が取れない、だからやっぱり田んぼやめたところも多いし、見てれば畑もやめたところも多いし、やめなきゃダメだなっていう声も聞こえてくる、ね、そういう状況なんで、生産する力がどんどん落ちていって物がなくなってしまうのね。本当に物価高で農家も消えていくだろうし、高齢から今平均年齢70歳になってきたっていう聞いてるんで、ね、そうなればもう5年たら75歳でしょ、ね、10年たら、まあ平均年齢だからそう言わないけども、5年後10年後って言ったら、やはりガクッと農業やれる人が少なくなって、生産できる量も少なくなってきてしまうと、出回る量も減ってきてしまう、そうなればやはり値段は高くなるし、ね、お金がいくらあっても、ね、1万円持って行っても買える量は減ってくるわけだし、欲しくても物がないから売れません、物がないから仕方ないですっていう時代が来ると、まあ俺は15、6年前からそう思って準備してきたのね。で、農薬と化学肥料は外国から来てる、燃料も外国から来てる、自給率は低いと 10% ぐらいしかないんじゃないかなって、日本の中のもので言えばね、エネルギーとかそういうものも考えればね、資材の原料とかどこにあるか考えれば、国内自給率っていうのは4割とかじゃなく、4割弱じゃなくて 10% しかないんじゃないかっていう話もしてて、これはまずいと、だからこそ自分で食べれるものは作れるようになろう、そういう技術を身につけようってことで農業の世界で学んだのね。で、その中でもこういう草とか落ち葉とか、こういうものを使って土作りをして取る自然農法、有機栽培、自然栽培、自然農、炭素循環農法とか、そういうものを勉強したのね。だから国内で資材もなるべく確保できるように、身近にあるもので対応できるように、そういう思いでやったのさ。お金を使ってただ野菜を作るんだったら、農薬化学肥料買ってくりゃいいし、牛糞堆肥買ってくりゃいいし、菜種油かす買ってくりゃいいし、それなんぼでもいくらでもできるのさ。だけれども、そのが手に入らない時代が来ると俺は思ったの、15、6年前。だから手近にある、ね、草とか、ね、落ち葉とか、米ぬかもみ殻とかで、ちょこっと菜種油かす買ってやるような栽培方法を身につけよう、確立させようっていうことでやってきたのね。まあ、それに対してできるの本当に、なのでできるわけがないとか、無謀な挑戦だとか、いろいろそういうふうに言われるんだけれども、まあ言うのはいいし、
ご自由だし、思うのもご自由なんだけれども、それをできるできないっていうのも、まあ、できるんだからできるのね、やれてる人いっぱいいるんだから、それをやる技術を身につけないと今後自分で食べるものすら作れなくなるなっていうのがあったから、厳しい道だけれどもそれを選んだのさ。でできるようになりました。でこの技術を俺だけで独占するんじゃなくて、いろんな人に知ってもらいたくて、で YouTube やってるのね。でその上でみんなに家庭菜園をやってほしいなと、自分で食べるものを自分で作ってほしいなって、狭い範囲でいいのよ、プランター1個鉢1個でもいいのさ。その狭い範囲から始めてちょこっとずつ広げていって、でそれでみんなで作って余ったものは交換したりとか、まあ、そういう時代来ると思うんだよね。でうちはそれやってるわけさ、はっきり言って、売れないものは自分で食ってるわけだから。そうすると本当に食費かかんないのさ、ね、種なんて安いしさ、はっきり言って買ったとしてもね、で自分で取ったらもうほぼタダだし、でその辺にある草とか落ち葉とかね、まあ、これはまあトラックあればいいんだけども、トラックで集めればね、トラック買うのはちょっと値段かかるけれどもね、そういう風に集めればタダだしね、知識はもう頭の中にあるから、これは誰にも奪われないしね、だから本当に食生活は豊かです。お金かからないから結構楽してるです、ね、だからそういう生活を皆さんもね、できるんであればね、やってほしいなと思って、応援の意味で動画を撮ってこうやってお話ししてるし、お伝えしてるし、俺の考えをこうやって発信してるっていうことなのね。でもしやっぱり俺が思ってる通り、お金でね、物を買えない時代が、食べ物を買えない時代が来るかもしれないと思う方がいたら、ぜひ本当に小さい鉢1個からでもいいのね、プランター1個でもいいのさ、できるなら畑借りてやるとか、買えるなら買って道具も揃えてやってほしいなって、ね、それを今買えなくなったからすぐに畑欲しいって言ってもすぐに手に入るもんじゃないし、技術がすぐ手に入るもんでもないのさ。そうなる前から、余裕がある今から準備してほしいのね。だからこういうふうに動画にしてお話ししてるわけさ。余裕がある今のうちで準備するにはね、本当に余裕がなくてカツカツになって、もうやべえじゃっていう状況になってからだったら遅いからね、そういうふうにやはり危機感を覚える人は、やはり俺に賛同できるなっていう人はそういうのをやってほしいなと思うし、その手助けになれるように俺 YouTube で動画を出そうと思ったのね。自分だけ助かればいいなんて思ってないから、俺の考え、動画で何か気づきがあったり、細部で、あ、こうすればよかったんだな、ああすればよかったんだなっていうことをね、思ってもらえたら俺も嬉しいし、ね、それで何か栽培一個でもうまくいったなら、土作りの方向性が見えてきたなら俺はすごく嬉しい、ね、でそれで助かったなら、食費が浮いたならそれはそれで俺も嬉しいし、本当にそっちも嬉しいだろうし、ね、ウィンウィンじゃん、ね、別に動画見てくれる人からお金をいただいてるわけじゃないから、 YouTube からお金いただいてるけど、皆さんからお金いただいてるわけじゃないし、ね、俺もどこ出したって別に痛くはないし、みんなでなんとかね、いい社会に生き残れるように、うん、どうしても物価が上がってきて生活が厳しい状況で、今でさえただでさえ国民負担率が高い状況でスーパーで物を買うっていうのもやはりためらうところがあるじゃん。やっぱ俺も 100円だったものが130円になったと思うと、うん、まあいいか今はって思うしさ、ね、やはりその気持ちわかるから、やはり食べ物ね、高くて買えなくなるのもあるし、物がそもそもなくなっていくのがあると思うし、これから来ると思うんだよ、本当にドーンと来ると思うよ。日本はさ、特にね、外国から物輸入すればいいじゃんって、もう中国とかアメリカとかのと買い負けちゃうので、お金出せないから、お金ないから、弱いから国がもうね、だから買えなくて持っていかれちゃって輸入もできなくなるっていう事態になると思うのさ。だから自分で確保する方向でぜひね、そういう風な時代が来るんじゃないかって思った人は家庭菜園を始める準備をしてもらえればなと。で俺もここで話せることは、出せることは出していきたいし、こういうふうにやればいいよ、こうすればいいよっていうのはやっていきたいと思うんで、もし、ね、長くお付き合いできる人はチャンネル登録して、また情報をね、待ってもらえればな、動画を待ってもらえればなと思うんで、今後ともよろしくお願いします。ぜひ自分の食べ物は自分で作る、そういうライフスタイル、みんなで築いていけたらいいなと俺は思います。